エクステリアゲートウェイプロトコルは IP ネットワークのルーティングプロトコルの一つ。自立システム間のルーティングを行うエクステリアゲートウェイプロトコルの通信プロトコルである。e g o p と BGP の総称としては e g o p と表記する。1984年に RFC として提案され、1980年代後半にエース間の経路制御に利用されていた。 最大経路制御を行うディスタンスベクタ型のルーティングアルゴリズムを採用した。経路収束が遅く、自律システムの管理者の意思でインターネット上を流れるトラフィックの経路をコントロールするポリシーベースルーティングが不可能であった。BGP の提案以後は、イゴップは急速に BGP にとって変わられた。そのため、 1990年代に入る頃にはすでに使用されなくなっていた。イグップスはここからあるネットワークへ到達するにはどのルータを経由してパケットを配送するべきかに着目してルートの制御を行っている。しかしいくら大規模ネットワークに対応できる前述のイグップスでもルータ単位の制御では現在のインターネットのような膨大なネットワークを管理することは ルーティングテーブルの計算量やデータベースが巨大化するため非常に困難である。そこでインターネットをいくつかの単位に分割して管理するアイデアが考案された。この管理単位は自律システムと呼ばれ、外部からは一つのネットワークとして扱われる。イグップスがこの AS 内でルーティングを行うのに対し、イ g o ップスでは AS 間のルーティングを司る。すなわち、ここから、 あるネットワークに行くには、どのネットワークにパケットを転送するかを主体とした、ルート制御を行う。1980年代中頃までは、イ g ープが利用されていたが、現在では、主に BGP が利用される。ありがとうございます。